代々ナンバーアンダーラインアイザ・ミュージック・デイ2024出演。スクエアアンダーラインワン・ボン・ヒローアンドトークも必見。毎年夏が訪れると、多くの音楽ファンが待ち望むイベントがあります。それは、ザ・ミュージック・デイです。今年も7月6日、土曜日の午後3時から、8時間にわたる生放送が予定されており、音楽好きにはたまらない1日となることでしょう。 この特別な日を前にして多くのファンが期待を膨らませていますその期待の中心にいるのが今や音楽業界で絶大な人気を誇るグループナンバーアンダーラインアイですナンバーアンダーラインアイはその独特の音楽スタイルと魅力的なパフォーマンスで知られており多くのファンから愛されています今年のザミュージックデーでも彼らの出演が決定しており特に注目を集めています 彼らはこの日のために2曲を披露する予定で、その選曲には多くのファンが大いに期待しています。ファンからのコメントには、彼らのパフォーマンスを楽しみにしている声が多数寄せられており、イベントの盛り上がりを予感させます。さて、ナンバーアンダーラインアイが披露する予定の2曲とは、スクエアアンダーライン1ンと、ボンです。これらの曲は、それぞれ異なる魅力を持っており、 ファンにとってはどちらも見逃せない一曲です。特に、スクエア・アンダーライン1は地上波で初披露されるということで、多くのファンがこの瞬間を心待ちにしています。ナンバー・アンダーラインアイのメンバーは、常に新しい挑戦を恐れず、その結果生まれるパフォーマンスはいつも驚きと感動を与えてくれます。今年のザ・ミュージック・デイには、さらに特別な要素が加わっています。それはメンバーの一人、 ガン君のサプライズバースデーです。ファンの間では、このサプライズがどのように展開されるのかが大きな話題となっています。キシ君の誕生日を盛大に祝うこのイベントは、彼にとってもファンにとっても忘れられない一日になることでしょう。ファンのコメントからもわかるように、ナンバーアンダーライン愛のトークはいつも楽しさと癒しを提供してくれます。彼らの仲の良さやチームワークは、 見ているだけで心温まるものがあります。そして、そのトークが織りなすわちゃわちゃ感は、ファンにとっても大きな魅力の一つです。特に、ファンとの交流を大切にする彼らの姿勢は、多くの人々に愛される理由の一つと言えるでしょう。さて、今年のザミュージックデーでは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスだけでなく、彼らのトークにも注目が集まっています。イベント前のコメント動画では、 ファンに向けて感謝の気持ちを伝えながら、当日のパフォーマンスに対する意気込みを語っています。その中で、ファンとのサプライズ話が展開され、笑いと期待が交錯する場面も見られました。特に、ガン君のサプライズバースデーに関する話題は、多くのファンに笑顔と期待感を与えました。ファンの反応を見ると、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとトークに対する期待がどれほど高まっているかがわかります。 彼らのパフォーマンスはいつも期待を裏切らず、見る者に感動を与えます。特に、今年初めて披露されるスクエアアンダーライン1と、もう一つの人気曲、ボンは、多くのファンにとって待ち遠しいものです。また、彼らのトークは常に楽しさとユーモアに溢れており、ファンにとっても癒しの時間となっています。イベント当日には、多くのファンがテレビの前でナンバーアンダーライン I」のパフォーマンスを見守ることでしょう。 そして、彼らのトークやサプライズバースデーの瞬間に笑顔と感動を共有することになります。このようなイベントを通じて、ナンバーアンダーライン愛とファンとの絆はますます強固なものとなるでしょう。ザ・ミュージック・デーは、音楽ファンにとって特別な一日です。今年も多くのアーティストが出演し、素晴らしいパフォーマンスを披露する予定です。しかし、 その中でも特に注目されるのがナンンバーーアダラインアイのパフォーマンスです。彼らの音楽とトーク、そしてファンとの交流が織りなす特別な時間は、見るものすべてに感動を与えることでしょう。イベント終了後には、多くのファンがその感動を共有し、再び彼らのパフォーマンスに思いを馳せることでしょう。そして、来年のザ・ミュージックデイに向けて、また新たな期待と興奮が生まれることになるでしょう。 音楽の力とその魅力を最大限に引き出すアーティストたちの存在が私たちの心を豊かにしてくれるのです。最後に n o ーアンダーラインアイのメンバーとファンとの絆がどれほど強いかを感じることができるこのイベントは音楽の素晴らしさを改めて実感させてくれます。彼らの音楽に対する情熱とファンに対する愛情がこれからも多くの人々に感動を与え続けることでしょう。 ザ・ミュージックで2024が近づくにつれて多くのファンが期待と興奮に包まれています今年もまた素晴らしい音楽とパフォーマンスが私たちを待っています皆さんもぜひこの特別な一日を楽しんでくださいそしてナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとトークを通じて彼らの魅力を存分に味わってください音楽の魔法が再び私たちの心を捉える瞬間を 共に楽ししみましょうこの特別な日が皆さんにとっても忘れられない一日となることを願っています。そして、イベント終了後には、彼らの音楽に対する新たな思い出が生まれることでしょう。音楽の力と、それを通じて生まれる絆が、私たちの生活を豊かにし続けるのです。皆さんもぜひ、ザ・ミュージックで2024を存分に楽しんでください。そして、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとトークに心を躍らせてください。音楽の魔法が再び私たちを魅了する瞬間を共に体験しましょう。ファンからの多くのコメントにはナンバーアンダーラインアイに対する深い愛情と期待が込められています。その中で彼らのパフォーマンスに対する期待感やトークの楽しさ、そしてサプライズバースデーに対する興奮が感じられます。特に キシ君の誕生日を祝うこの特別なイベントは、彼にとってもファンにとっても特別な瞬間となるでしょう。また、ファンのコメントには彼らの音楽に対する深い理解と愛情が感じられます。彼らのパフォーマンスがどれほど素晴らしいか、そして彼らのトークがどれほど楽しいかを知っているからこそ、多くのファンがこの日を心待ちにしているのです。ナンバーアンダーラインアイの音楽とトークが、 ファンにとってどれほど大切なものかが伝わってきます。The Music Day 2024は音楽ファンにとって特別な一日です。今年も多くのアーティストが素晴らしいパフォーマンスを披露し、見る者に感動を与えることでしょう。そして、その中でも特に注目されるのが n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスです。彼らの音楽とトーク、そしてファンとの交流が織りなす特別な時間は、 見るもの全てに感動を与えることでしょうザ・ミュージックで2024が近づくにつれて多くのファンが期待と興奮に包まれています今年もまた素晴らしい音楽とパフォーマンスが私たちを待っています皆さんもぜひこの特別な一日を楽しんでくださいそして No. アンダーライン愛のパフォーマンスとトークを通じて彼らの魅力を存分に味わってください 音楽の魔法が再び私たちの心を捉える瞬間を共に楽しみましょう。この特別な日が皆さんにとっても忘れられない一日となることを願っています。そしてイベント終了後には彼らの音楽に対する新たな思い出が生まれることでしょう。音楽の力とそれを通じて生まれる絆が私たちの生活を豊かにし続けるのです。皆さんもぜひ、 ザ・ミュージックで2024を存分に楽しんでくださいそしてナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスとトークに心を躍らせてください音楽の魔法が再び私たちを魅了する瞬間を共に体験しましょうファンからの多くのコメントにはナンバーアンダーラインアイに対する深い愛情と期待が込められていますその中で彼らのパフォーマンスに対する期待感やトークの楽しさ そしてサプライズバースデーに対する興奮が感じられます。特に、騎士君の誕生日を祝うこの特別なイベントは、彼にとってもファンにとっても特別な瞬間となるでしょう。